よし、ほいじゃあボブルの塔なるところに行きましょう。そこに、この天空城は復活したけれども、マスタードラゴンなるものはね、まだ復活してなくて、そのボブルの塔なるところに、まあその力があると。でもね、すでに来てまして、ここがボブルの塔ってところらしいんですよ。んで、マップ、よいしょ。場所はここ。ポートセルミ、あの砂漠の国ですね、の西にあるところでして、もう全体がこう山に囲まれたんですよ。うん。で、あの、船とか、あの、魔法の絨毯とかでは来れなくて、まあ、要は、この天空城を手に入れないと入れないみたいな感じですよね。降りれない、降りれない。よっしゃ、行きましょう、ボブルの塔。まあ、メンバーは、踊る宝石ジュエルちゃんと、イオダ一家。っていこうと思います。ここがボブルの塔、マスタードラゴンの力が眠る。あ、扉は固く閉ざされている。ほんでね、天空城で、なんか、おじいさんみたいな人に、フック付きロープっていうのをもらったんですよね。でも、これがないと進めないっていう感じで、多分、フック付きロープを、どっかで使えっていうことなんだろうけど、まあ、ちょっと登ってみましょう。もう、明らかにね、登るっていう雰囲気なので、登るしかないね。いや、ここにマスタードラゴンの力が眠っているということは、まあ、これそのマスタードラゴンの力を、なんだろうね、解放して、手に入れて、で、マスタードラゴンが復活と。いうところですね。マスタードラゴンなんだろう。復活したところで何かになるんだろうか。まあ、でもそのマスタードラゴンは神様みたいな人だから、まあ、その神様みたいな人の力を借りて、まあ、主人公ヨーダーの母ちゃんを、ま、どうにか救出せよう。お、なんだあれ、フック付きロープをあそこに垂らせということだな。ま、でもこれ登れますか？ああ、いや、裏側にゃんじゃんじゃん。裏側が結構登れたんだね。で、ここでこのフック付きロープ調べる。どうやらここにフック付きロープを引っ掛けられそうだ。助けよう。つけよう。オッケー。で、フック付きロープを引っ掛けると。ああ、で、はいはい。ロープを垂らして、この塔内部に、まあ、いよいよ侵入っていうわけですね。降りていくタイプの塔だな。どちらかというと。まあ、いつもだとね、塔って登っていくイメージだけど、これ降りていくんですね。わあ、ドラゴン。まあ、どんどん進んでいくか。誰か死んでる。わあ、普通に敵は出てくるね。お、タケルちゃんもベホマラ扱いか。いいですね。全体回復も。わあ、人死んでる。てか、このボブルの塔とか人が住んでるようなところなの。謎。お、宝箱なんでしょう。お、小さなメダドゥー。あざす。もともと人が、こう、なんだろう、住んでいて、守ってる的なことなのかな。お、なんか新しいのできた。グレートゴーレム。な、これ、ドラクエでね、出てくるモンスターですよね。うわー、強い。あー、強い。なんか火とか吹いてきそう。なんかね、こういうのは火とか吹いてきがちですよね。よし、これいけ。あー、バギクロス。こっちの千倍特許の技を使ってくるのかな。よいしょ。で、今回もメンバーはね、かすみちゃん連れてきて、まあ、バイキルトとか使えるのはなかなか美味しいので、あ、下行けんな。ちょっとでも上から行ってみようか。さっきのこの おばあちゃん、大丈夫、死んで。あー、敵。うわ、なんだ、ブラックドラゴンだって。怖っ。どうすかね、ルカナンでオーガヘッド。これね、シルク高いので、削っておきましょう。かすみはちょっと、全体的にイオラで、あ、バイキルト使っとくか。バイキルト父ちゃんに使っとこう。うわ、バギクロスがいやらしいです。よし、これでもう、あ、ルカーに使ってくるかい。もうにやろう。よし、一撃。祝福の杖でかすみちゃん回復。まあ、あとは攻撃だね。よいしょ。うわ。で、前回ね、いわゆる王者のマントというのを装備に手に入れて、なかなか耐性が強くなったので、炎とかも効きにくくなりましたね。ばあちゃん大丈夫？は、2匹のとてつもない魔物が竜の目を。その2匹はまだこの塔のどこかに潜んでいるはず。見つからないうちに早くお逃げください、グフ。ああ、グフ、ああ、グフっちゃった。竜の目。二匹のすごい強いモンスター。
竜の目ってなんだ。で、2匹のモンスターがいるということは、なかなか多分強いボス戦になりそうだな。ここもフック付きロープが使える。あ、でも下にね、降りる階段もあるので、あ、宝箱ある。あ、なんか竜の、なんだあれ、モニュメント的なもの。ありがとうございます。そしてここに多分フック付きロープをまた取り付ける。はいはい。一回使ったんじゃない?フック付きロープって何本も持ってんの?あ、なんだこれ。あ、ちゃんとフック付きロープは回収すんだね。あ、でもこれ降りてきちゃったらもう登れないじゃん。なんだこれ。俺なんか調べても全然何も反応しない。なんだこれ。お、これどうした?あー、落ちちゃった。操作ミス。あ、でもいいのか。落ちるしかないんだね。あ、下に降りる階段とかあんな。あ、レバーがある。あ、これで、ここの扉が開くと。あ、で、まあ、いつでも戻ってこれるって感じだね。ちょっと、登ってみようか。この上に登ると、このドラゴンのところに、ただ戻ってくるだけか。え、どういうこと?このドラゴンの意味がよくわかんないな。ぐるっと回したところで裏側に何かあるわけでもない。あ、上に登れるか。上に登る、多分上に戻るだけ?登って、あ、ここに戻ってこれるんだ。はぁ、あ、はぁはぁ。じゃあやっぱり下の階、1階にあった、下に降りる階段に行かなきゃダメだな、多分。そして1階に来て、下の階段、ここだね。ちなみに一回リレミトで出てね、宿屋で寝てきました。MP が結構消費してしまったので。先にさ、毒の床、やだやだ。で、進む。この洞窟の奥底に、マスタードラゴンの力が眠って、いや、違うか。上の階にあった、あの、ドラゴンのモニュメントみたいなのにマスタードラゴンの力が眠っていて、あ、そうか、わかった。で、なんか、竜の目を奪っていったって言ったから、よくわかんないけど、その竜の目を奪われてしまったことによって、この洞窟の奥底にこのモンスター2匹がいるということかな予想するに。そういう展開だよね、きっと。よし、進もう。ああ、下に降りますね。結構降りますね。ああ、なんかいろいろ分かれ道。上から行ってみようか。何かあります?あ、上何?あ、でも行けるな、行けるな。何かあるかい?何かあるかい?メタルドラゴン初登場。めちゃくちゃ守備力高そうだし。いや、なんか、魔法とかでもあんまり効かなそうだな。一応使っとくか。メタルドラゴン。で、メタルドラゴン集中攻撃でいかがでしょうか。よし、あ、やっぱり守備力高いね。100とか減ったから。うわ。おいだ、強い。62。効く。あと集中攻撃大丈夫でしょう。えい。いやー、主人公はね、やっぱり奇跡の剣を装備してるので、ヒットメイトは回復してなかなかありがたい。ほんで、こっちは、あ、下に降りる階段な。どんどん進んでるけど大丈夫かしら。宝箱をね、一応、あー、回収したいって言おうと思ったらあった。なんだこれ。なんだこれ、かっこいい。ダークシールド。でもなんかあんまり装備できなさそうだな。やっぱモンスター系だよね。ダメか。なんだよ、これだけ進んできてこの宝だけかよ。まあ、この上ルートはここまでか。じゃあ、また最初の真ん中のところまで戻りますか。うわ、アンクルホーン初登場。あ、いきなり襲ってきたよ。キャー、あんまり攻撃力高くないか。あ、バギクロスか。やだな。まあ、ここはラリホーン、あ、メダパに聞いたら嬉しいな、アンクルホーン。で、まずメガザルロックにメガザルされたら厄介なんで、メガザルロックから行こう。効くか、あんまり効かないです。キャーベギラゴン。結構強力な魔法使ってくんな。よし、アンクルホーンにラリホーを使ってみよう。効くか、あんまり効かないな。あんまり効かないね。まあ、一匹眠らせたから、これで行動は少し制限されたはず。よいしょ。よいしょ。よし、あと一匹。攻撃。オッケー。アンクルフォームも確か仲間になったんです。結構ね、仲間になりやすくて、結構使ってる人も多かったようなイメージがある。
じゃあ時計回りに、じゃあ次右行ってみますか。うん。何かありますか？あー、行き止まり。うわぁ。うわぁだね。いやぁ、どうすっかね。メタルドラゴンは魔法あんまり効かなさそうだし。まず、ルカなんで、メタルドラゴン、イオダメガザルロック、タケルもメガザルロックで、バイキルトを、父ちゃんにかけとこう。ああ。なかなかここのダンジョンは、まあ無理じゃないけど、厳しい感じですね。なかなか強いやつがいっぱい出てくるね。どうすかな。じゃあもう一回ルカナンをメタルドラゴンに行こうか。メタルドラゴンで、タケル自分にベホマかけとこう。じゃあ、父ちゃんにベホマだ。で、カスミちょっとイオラで。よし、これでだいぶ倒しやすくなったでしょ。で、イオラでメガザルロックうまく倒してくれない。よいしょ。うわ、効くぜ。重い。タケルのベホマが遅い。よし。で、OK。これで、体勢整えられたので、タケルに修復服の杖を使って、メガザルロック集中に行こうか。うん。まずね、ちょっと安全圏を確保しておきたい。いやー !OK。で、メタルドラゴン集中。ギャー。オーケーケー。レベルアップ。誰かすみかな？オーケー、レベル30。なんだかんだでね、この、マヒャード！シャド系、氷系の最強魔法ですね。全体攻撃だったかな。まあでもこの息子と娘二人とももうレベルがね、後から加入したにもかかわらず、もうすでに、レベル30同士で父ちゃん33ですから。もう父ちゃんを超えんとするね、レベル。まあいずれね、子供は親を超えていくんですよ。下行こう。わあ、進め。あ、なんか下への階段。いやー、なんか、マヒャド使ってみたいけど、あんまりこのメタルドラゴンには通用しなさそうだな。でもせっかくだから使っていきましょうか。これですね。マヒャド。あ、12も使うんかい。あ、メダパニ。間違った。ルカナンしようと思ったら間違った。メダパニ。マヒャドか。やっぱり、メタルドラゴンには効かないですね。オッケーケイ。お、やっぱりほら来たよ。アンクロホーン。仲間になれたそう。まあ、してあげるか。結構ね、アンクロホーンって強いイメージがありますね。もうすでにこのベギラマとかね、バギマ、ヒャダルコって3種類も、2段階目の魔法中でしょうか、覚えていて。まあ、でもね、今のメンバーで言うと、いいかな。アンクル、ごめんなさい、預けよう。まあ、アンクル、強いには強いんですけど、あ、下、あ、まあ、結構分岐してんな。下降りてみるか、さすがに。結構強いんですけど、まあ、何もない。魔法がね、確か一番強くて、ベギラゴンとかだったような気がして、あんまり育ててもね、旨味がないというか。で、他のメンバーね、メッキーとか、ベホマラとか、ベホマとか使えるし、オークスはね、なんだ、ザオリクとかね、覚えるので、そういった回復薬的なものもやっぱ欲しいとなると、ちょっと優先度が落ちちゃうんだよな、アンクロホンは。いや、でもここのダンジョンは、踊る宝石のジュエルが相性悪いですね。なんかね、魔法を使いにくい。バギクローだ。あ、なあ、こいつ。ボスじゃん。明らかに。ちょっと回復大丈夫？うわー、ボスだ。あ、出た！ゴンズ、ゲマの部下、ジャミのもう一人の部下ですね。ゴンズ。なんだお前は。そうか、ゲマ様が言っていたイオダーとはお前たちのことだな。いや、見てるだろ、幼少期。ゲマ様の手を煩わせることもあるまい。ここで死ね。キャー、ここで死ねって。お、ボス戦、ゴンズ。明らかに肉体攻撃ですね。ここはとりあえずジュエルはルカナン言っておきましょう。魔法は多分使ってないと思うんだよな。イオダーを攻撃、タケルは一応その攻撃に備えてスクルトやっておきましょう。で、カスミちゃんはバイキッドで父ちゃんにかけておく。どうだ、まずルカナンで、あ、効かないのか、ルカナン。とりあえずスクルト、どんな攻撃が来るか。よし、攻撃。
激しく振ります。一回コードだね。オッケーオッケー。で、全然大丈夫だな。大した強くないでしょう。ラリフォーマー、まあ、いいか。ラリフォーマー、もう、まあ、いいか。まあ、いいか。一回コードなら、ジュールの回復でずっといいんじゃないねえ。で、バイキルと、勇者。よし、祝福の杖で回復。はい、攻撃、攻撃。うわぁ、重い。あ、でも全然楽勝だな、これ。攻撃を受けては、攻撃を受けたやつに祝福の杖。ね、で、イオダはタケルで攻撃。カズミちゃんは後もポコッとしてると。一応、カズミ妖精の剣で守備力上げておきましょう。よし、これでいい。よいしょ。あ、一回コードだね。全然弱いじゃん。ハマったじゃん。あとはもう、あとはもう、このゴンズがね、朽ち果てていくのを待つだけですね。オッケー。まあ、でも、スクルト使ってこのダメージだから、ゴンズ自体がね、決して弱いわけじゃないですよね。これでなんか仲間モンスターとかいたらなかなか手強かったけど、ゴンズ単体で言えばそこまで強くはないな。ねえ、なんか火の息的な全体攻撃を使ってくるようなボスの方が全然厄介なので、まあ、これ単体攻撃だったらはっきり言ってね、祝福の杖のダメージ範囲内だったらもう受けてないようなもんなんで。楽勝楽勝。ご了承だな。早く死んで。早く死んで。もう動画の尺がただ長くなるだけで、はい、やっつけ。お、いなくなった。なんか負けた後の敗戦の弁みたいな言ってくれないんだ。よし、宝箱。これが竜の目とかあるんじゃない？違う。お、これは竜の左目。OK、ありがとうございます。ということは、2匹のモンスターが竜の目を奪っていたと、ね、朽ち果てていった。志半ば死んでいたそのシスターが言っていたので、もう一つの目ん玉が2体のうちのもう一人のモンスターが持っているということですね。よし、このところの分岐ですね。左行ってみましょう。お、怖い。お、また怪盗。うわぁ、やだ。で、この下の怪盗行きましょうとか。なんか結構進んだ。宝箱二つ。いやーなんか耳く出てきそう。こういうパターン。こういう釣りパターンはね、ミミッキーが出てくるパターンでしょうよ。大丈夫？やっぱり。やっぱりだよ。いやーミミックザラキ来るから怖いよな。ミミックってなんか聞いたっけ魔法。いやもうなんかゴリ押ししかないイメージある。いかなんですかどっか。死ねーい。オッケー。ああ、もうミミックやだわ。上の階。おう、宝箱。うわ？これなんだ。あ、エルフなんだ、ミックス。MP 回復アイテムですね。右から行ってみようか。はいはいはい。これ多分元来た道の行ってない左ですね。ああ、なるほどなるほど。じゃ、左が順路だったんだ。へー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 。うん、ということはもう一本道だね。あとこの先を進んでいくしか今のところ分岐は行ってないところはないと。進んでいこう。いや、もう一匹のモンスター。強いモンスターが出てくるってことなので、怖いね。で、右にどんどん進んでいくという感じ。奥、うわぁ、なんかありそうな気がする。もう気がす、あーもうなんか絶対このちょっと大きめのまっすぐな上に進んでいく道はもう、ボスが待っておーい！ゲーマー！来たな、ついにゲマ、ここで、父ちゃんの本当の仇との勝負か。オッケー。やべ、めっちゃ緊張する。ここで勝負か。おほほ、ここで待っていれば来ると思っていました。私のことを覚えていますか？忘れねえよ、このクソゲマ、この野郎。おほほ、そんなことはどちらでもいいでしょう。ともかく今ここでお前たちの力を確かめさせてもらいますよ。うわーい。ゲーマー、ぶっ潰してやるぜ。よし、まずゲマ戦。うん。やはり肉弾攻撃がメインになるでしょう。ルカナン使って守備力下げていく。イオダーとタケルの攻撃がやはりメイン。で、バイキルトで、うん。主人公イオダーの攻撃力アップ。よし、ルカナン効くか。よし、効いた。オッケーオッケー。で、タケル、イオダー、あ、違うですね。あ、魔法カウンター。うわ、メラゾーマ。うわ、結構。こう、いい呪文使うのね。ま、でも魔法で攻撃する感じは多分しない。いや、あいつが、この系のブレスを吐いてくるかどうかだな。
とりあえず祝福の杖で、タケちゃん回復のイオダ攻撃。タケルはここ、フバー入っておきましょう、念のため。で、呪文、もうバイケルトでタケルを援護ですね。いや、でも魔法カウンターやられちゃうと、まあ、やっぱり激しいもの来た。オッケー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 。1回行動かな2回行動くれとか微妙だな。よし、OK。で、ジュエルは祝福の杖をタケルちゃんに使っておきましょう。イオダーとタケルの攻撃がメイン。あとはもうね、どうしようね。カスミはもう用済みだな。一応バイキルトをジュエルにかけておこうか。よし、OK。あー、ゲマ普通に攻撃もしてくる。あ、でも1回行動だな。1回行動なら全然楽勝でしょう。祝福の杖をジュエル自分に使っておいて、イオダーとタケルは攻撃。で、バイキルトをカスミ自分自身にもつけておきましょう。OK。バイキルト。で、イオダーの攻撃。うわ、メラゾーマ。でも、メラゾーマ耐性ジュエルついているので楽勝で耐えれる。よし、これ全員ゴリ押しパターンでいいんじゃない？ジュエル攻撃、イオダー攻撃。もう全員の肉弾戦でしょ。全員バイキルトかかってるんで。うわ、メラゾーマ。うわ、タケル今日魔法カード溶けた。でもね、魔法カンタ解けたからといって、ちょっと安易に打ち込むのは怖いな。祝福の杖を、じゃあ、タケルに使って、イオダー攻撃、タケル攻撃。でも、このチャンスを機に、一応、マヒャドぶち込んでみましょう。マヒャド。祝福の杖、タケル攻撃、マヒャド。どうだ？あ、効かない。ああ、タケル危ない。よし。で、祝福の杖を、タケルに使って、イオダーとタケルの攻撃。うん、かずみちゃんは、妖精の剣で一応自分の守備かけとこうか。オッケー。よし、オッケー。あー、激しい炎来た。うん、ジュエルには効かない。オッケー。いや、あれだね、2回行動じゃないので全然楽勝。あの、激しかった、あの、防音戦より全然楽勝。防音の方がはるかに強かったよ。楽勝だな。いや、ゲーム思ったより強くない。いやー、これはパパスが本気出してたら、パパスはこんなゲームなんて一瞬でやっつけられたんだろうな。そう思うと悲しいわい。よし、全員攻撃。これあれだね、下手に魔法使うよりも肉弾戦だね。うわー、メラ、あ、2回行動してきた。たまに2回行動すんのか。おー、やらせーの。で、ジュエルの祝福の杖でタケルちゃん回復。全員攻撃かな、本当は。あー、でもちょっとタケルの146というヒットポイント。あー、ちょっと怖い。オッケー。じゃあ一応ジュエルの祝福の杖をタケルに使って、でさらにタケル自分自身にもベホにかけとくか。怖いね、なんかね。 OK、 どうだ。よし、回復。たまに2回行こうとしてくんだな。よろしいな。なんとなく怖いんで、ジュエルカスミに祝福の杖使っておきましょう。で、全員攻撃。いやー、なかなか緊張感のあるバトルだね。よし、 OK。で、炎はあんまり効きません。あーい、ゴリ押しのパンチ。攻撃力もなかなかだな。虫でジュエル、なんもないので全員攻撃でいいか。うん。そろそろやっつけれるんじゃね？そろそろね、限界だと思うんだけど、ゲマ自身も。オッケー。いやー、硬いな。これだけバイキルトを使った攻撃をぶち込んでも、なかなか、おっしゃい、ゲマ！パパスの、父ちゃんの、おじいちゃんの肩着取ったぜ。強かった、タケル。じいちゃんの肩着取ったよ、タケル。よくやった。いやー、なんかあれだね、意図せず。別にそう意識したわけじゃないけど、このイオダ一家でやっつけたっていうのは意義がでかいね。このクソ野郎。そうですか、ここまで力をつけているわけですね。おや、何を驚いているのです。この程度で私が本当に滅びるとでも。こんなところで力尽きるまで戦うほどバカではありません。どちらにせよ、あの時パパスを灰にした時にイオダを殺さなかったのは私のミスでした。この私が戦っても息の根を止めることができぬほど力をつけるとは実に感心です。どうやら取り急ぎミルドラース様にご報告しなければいけませんね。私も少し休ませてもらいました。ああ、殺したわけじゃないのか。行っちゃった。で、この宝箱の中に、はい、竜の右目。ありがとうございます。
オッケー、なんとかゲマやっつけた。あざっす。そして1階に戻ってきて、目ん玉で2個入手したので、まあ、この目ん玉を多分竜の像にはめ込む的なことなんでしょうね。オッケー。ちなみに宿屋で寝てきました。消耗が激しかったんでね。で、また再びここにフック付きロープを垂らしのオリーヌですよね。で、ここで、多分、はいはいはい。竜の右目を象の目のくぼみにはめ込めますか？はめ込、おぉ、黄色く目が光った。で、反対側もですね。こっち、竜の左目を竜の目のくぼみにはめ込めますか？はい。ん？何？わぁ！口開いて、あ、ベロ。口開いてベロ。あ、何？ベロ奥に、あー、これ一回降りなきゃダメか。よいしょ、こっち側から、あー、やっぱり一番下まで降りるんかい。ほんで、ここ、はいはい、ベロの中に入っていくと、竜の頭の中に入るわけで。うわー、なんかありそうやん、ありそうやん。竜が祀られている感じで、下に行くと、おー、何？まだ下行くんかい。まだ下行く。とりあえず、垂らしとく。階段はあるけれど。はしごはあるけど、ちょっと垂らしとく。行くと。なんか一番下にあるよ。何あれ。わ、かっこ。かっこ。なんか、竜。目の前を調べ。ドラゴンの杖。何それ。これですね、ドラゴンの杖。お、イオダー用ですね。主人公イオダー用の装備、攻撃力がさらにアップ249。規格外やな、装備。はい、そうしますか。はい。はい、ちゅうわけでね、このドラゴンの杖というのは、実はこのドラゴンクエスト5の主人公の最強武器ですね。この段階で最強武器を手に入れるということは、もうめちゃくちゃ後半。ちょうどですね、主人公。いやー、今まで奇跡の剣を装備していて、まあね、規格外の強さではありましたが、さらにその上を行く。ねえ、まあでもスーパーファミコン時代やってるんですけど、主人公の最強武器が杖っていうのがね、なかなか斬新でしたよね。普通、なんか剣とかじゃないですか。RPG のね、主人公の武器の最強装備って。まあそれなのに、あらららちょっと、杖が最強武器っていうね、とっても斬新。まあね、主人公が勇者じゃない時点で当時斬新ではありましたけど。よし、そしたら、このなんかありそうな奥にマスタードラゴンの力が眠ってるっぽい。完全にこれ、マスタードラゴンっぽい、なんか、何この、これ。すごい。え、ここに眠ってるんですか？こんにちは。青く光るオーブが力強くオーラを放っている。ジェラ、ドラゴンオーブを見つけた。オーブだらけだな。ドラゴンオーブ。この中にマスタードラゴンの力が眠ってるっちゅう。おお、光が消えた。すごい演出。この中に、ドラゴンの力が眠っているか。まあ、とりあえずこれ、トリマ、天空城に持ってけってことですね。いやー、いいじゃない。ゴンズもやっつけ。あ、でもまだゲマ生きてんのか。あの感じだとまたゲマ戦ありそうですね。ゲマ第2回があるのか。よし、とりあえずこれを天空城に持ってきましょう。